手ありがとうございます。入ってる、マイク入ってる、大丈夫、 OKOK、 いやー皆さん、オープン戦駆けつけていただきありがとうございます。今日晴れましたね。昨日ね、ちょっと嘘でしょっていうような雨降りましたけど皆さん大丈夫でしたか。昨日のオープン戦だよって方いらっしゃいます。あ、帰り大丈夫、帰り道、大丈夫今日持ってきてます。でも今日は本当に傘持ってきてました。傘持ってきてなかったという僕も傘忘れたんです。みんな忘れてましたね。忘れましたよね。びっくりしました。はい、ということで改めて、ね、自己紹介したいと思います。新スタジアム MC のゆうまろと申します。お願いします。さあ、そして、同じく新スタジアム MC のゆうみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。マイクです。そして、あ、もう出てきた。はい、じゃあ今日もね、ちょっとあの先輩方もご紹介させていただきたいと思います。まずはアクロバット型クイーンのレオン。そしてキュートなダンスのライナー。あー、すごいお辞儀、ありがとうございます。すごい柔らかい、横から見るとすごいありがとうございます。ありがとうございます。あ、ね、昨日はね、ゆうまろが持ってるからダメなんじゃない。二人ともそうなんていう顔してるけど、もし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 、あ、行けましたね、うん、あ、ありがとう。昨日はさよなら、昨日はさよなら勝ちねって言ってますね。昨日は本当にさよなら勝ち、昨日も皆さん見てくださってましたよね。私が手を挙げたから手を挙げるか拍手するかちょっと迷っちゃいました。ごめんなさい、昨日も見てくださってましたよね。もうちょっとあの途中で追いつかれてからドキドキしながらというところもあったかと思うんですけれども、矢野さん選手最後にやってくださって、そして昨日はブルーレジェンズがね、あの田中選手の登場曲で踊ったのもあってか、最後の得点は田中選手がもう目標ということで、そうなんです、私も踊ったよっていう、ごめんなさい、もうライナーも踊ったよね、踊ってた、踊ってた、私の腕だと、そうだよね、ライナーの腕でした。ありがとうございました昨日は本当に素晴らしい。そしてね、あの昨日レーナドーナ松丸の日は隅田投手、ドラ1ルーキーですよね。見事にビシッと序盤、素晴らしい立ち上がりを見せてくれました。いや、開幕戦本当楽しみ、開幕以降もね楽しみな選手ですよね、はい、ぜひぜひ皆様ライオンの応援をよろしくお願いいたします。はい、それではここでユミリ選手も登場していただいて、この後素敵なステージを見せていただきたいと思います。じゃあ拍手で迎えましょう。ありがとうございます。さあ、まずはライナとブルーレジェンズでこの曲を踊っていただきましょう。 Make it shine。 それではミュージックオン。 Thank you Blue Legend。 いや、素晴らしいダンスでしたね。何回見てもかっこいいね、やっぱりかっこいい、かっこいいし、かわいいし、そしてうまいし、うん、すごいです。あ、ライナーももちろん、ライナーももちろん、もちろんライナーもかわいかったよ、うんうん、一番、一番、一番、もちろん一番かわいかった、一番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 、満足ですね。これ満足かな。あ、拍手、あ、ありがとうございます。ライナーが一番、ありがとうございます。温かい拍手ありがとうございます。そしてこのブルーレグって新しい仲間も今シーズンから加わることになりました。はい、ここで2022年シーズンブルーレグ、そして今日はデビュー戦となるメンバーをご紹介しました。ライナー違うでしょ、ライナーずっといるでしょ、ライナーがしゃっかりいますけど、ライナー前出てきて、ダメだよメンバー紹介しますよ。まずはちひろ、ちひろ、そしてまさき、まさき、そしてゆめな、ゆめな、今日は3人のルーキーがデビューをしています。それぞれちょっと意気込みを聞いていきたいと思います。じゃあまずは、次郎が、じゃあ拍手でお迎えください。今、聞いといてくれたよ、ライナーが、特等席ね、特等席、
席に登場をしてもらいたいと思います。大丈夫かな、はい、お願いします。本日はご来場いただきありがとうございます。私は新体操をやっていたのでリボンなど一緒皆様の前で披露したいなと思っています。皆様と共にライオンズを応援し一緒に勝利の瞬間を喜び合いたいです。今シーズンよろしくお願いします。アクション、ありがとう。さあそして最後は夢だ、握手の迎えください。皆さん、はじめまして、ユーキーのユメナです。赤髪のロング、ユメナで覚えてください。やっと憧れのブルーレジェンズの一員として球場を盛り上げていけることがすっごく嬉しいです。いつでも元気いっぱい、誰よりも熱いダンスと笑顔で皆さんと一緒にライオンズ応援していきます。よろしくお願いします。拍手、ありがとうございます。いやもうフレッシュですね。フレッシュ、もうどんなトラップがあっても笑顔で、ね、笑顔で全部乗り切れる、ね、昨日も5人のルーキーがデビューして今日は3人ということで、そうですね、賑やかに。そして皆さん最初に自己紹介していただいた千尋、なんとインスタグラムの方ね、ブルーレジェンスのインスタグラムあるんですけども、そちらの方で彩香のみんな空の下でね、素晴らしいダンスやってます。この青い空でね、皆さんぜひぜひそのブルーレジェンスのインスタグラムの方もチェックしてみてください。そしてまさきリボンをね、いつか見せてくれると思いますので、その時は皆さんぜひぜひこれ、ね、リボン、自分もねリボンをやってるような形でね応援してあげてください。そしてゆめな、はい、ピンク髪でね、とても明るかったです。ちょっと緊張してたけどね、もう笑顔でそんなもの関係ないです。もう相手の方が一番なんで、もう素晴らしい笑顔ありがとうございました。今一度ルーキーに大きな拍手をお願いいたします。ありがとう。そしてここからはラスト応援歌、ホエロライオンズをお送りします。皆様ぜひぜひこちらの応援歌、皆さんご存知の方もいると思います。もし知らなくても一緒に手拍子で盛り上がってください。さあブルーレジェンズのみんな準備はいいかな、ルーキーも準備はいいかい、 OK、 レオライの準備いい、 OK OK、 よしじゃあ行きましょう。それではホエロライオンズミュージックオン。ありがとうございます。オープン戦でね、こういったステージイベントも今日で2日目ですよね、ステージイベントは2回目、昨シーズンはね、わずか1回だけしかできなかったんですけども、今シーズンはこのままいけば、このステージイベントもいっぱいで続けることができると思いますんで、ぜひこのステージイベントも楽しみにしていただければと思います。はい、そしてこの後12時52分頃からグラウンドでオープニングパフォーマンスで登場もいたします。今日もライオンズへ熱い応援を送っていきましょう。お願いいたします。それでは最後に全員でゴーライオンズで締めたいと思います。私がゴーと言いますね。皆さん拳を高く上に上げて、ライオンズの心の中で言ってくださいね。声には出さないようにお願いいたします。じゃあブルーレジェンズのみんな準備はいいかい、レオライナ準備はいいかい、ファンの皆さん準備はいいですか。
それでは行きましょう。ゴーライダーズ、ありがとうございました。ありがとう、ルーキー素晴らしかったよ、ありがとうね。そしてレオもバッチリめっちゃかっこよかった。バッチリだった。ライダーいいとこしか見つけれないね。もうすごい、はい、もっともっとくれてないのよ、欲張りだな。じゃあ最後にいつものあれお願いしてもいいですか。僕たちも一緒にやってもいいですか。じゃあファンの皆さんも知っている方は一緒にお願いいたします。それではお願いします。ありがとうございました。腹話術人形ゆうちゃんのチャンネル登録よろしくね。